基本的にですね、おとなしい馬を選びやすいんですが、そうでない馬も、こちらの方で調教訓練をして誘導馬に育てている努力をしています。はい、現在こちらには9頭の誘導馬が在籍しています。足毛がやっぱり綺麗に見えますので、なるべく足毛を揃えるようにはしてるんですが、他の毛色の馬も、はい、使うようにはしています。そうですね、早い馬でしたら半年ほどでデビューする馬もいます。まあ、1年後をめどに誘導馬として出発できるように僕たちも、はい、努力はしています。あちらは騎乗号令と呼ばれるものになります。であちらの号令がかからないとジョッキーは馬に乗ってはいけないというふうに決まっておりますので、あちらがかかると一斉にジョッキーが騎乗するような流れになってます。札幌ガスタンレースが3番の1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 番の
競走馬たちをですね、下見所から本馬場へ、安全かつおとなしく誘導することが目的としています。誘導馬が前をおとなしく歩くことによって落ち着いてですね、一緒に歩いてくれるという効果があると思います。緊張するだろうけど、頑張ってください。Thank you.